はい、こんにちは。大垣で創業85年、窓を健康と防犯防災の面から考える山田ガラスの山田です。今日は内窓設置の際の注意点についてお話をします。前回もお話しさせていただいたんですが、今ですね、内窓はお問い合わせがたくさん増えています。その中で気をつけなければいけない点についてお話をします。まずですね、2点申し上げます。1つはですね、熱バレについての注意点です。これ何かというと、今現在お使いになっていらっしゃるガラス、これがすでにですね、複層ガラスを使っていて、そこに漏飲膜を使っていらっしゃるところの後ろ側に内窓を設置する場合、もしくはですね、例えば私もそうなんですけども、ここにですね、内窓を私も設置しています。でこの向こうについているガラスというのは19ミリのですね、熱線反射ガラス、金属膜がやはり塗布されているガラスなんですね。そういったガラスの内側に内窓を設置する場合ですね、それとですね、網入りガラスの内側に設置する場合、この部分においては季節のガラスが熱割れする可能性というのがあります。それはどうしてかというと、内窓に使用するガラスによるんですね。現在補助対象となっているのは漏飲複層ガラスからのスタートになっているわけなんです。ところがですね、漏飲複層ガラスというのは熱をですね、反射するんですよね。これが同じように外にも漏飲膜が張ってあると、熱をですね、反射し合うわけなんです。そうなってくると中がですね、高温域に達するわけなんですよね。そうするとガラスは熱割れを起こしてしまいます。同じく網入りガラスの場合も、内窓と季節ガラスの間の温度がですね、急上昇することによって網入りガラスの中のですね、網の部分ですね、この部分が熱膨張を起こして割れてしまうという可能性があるんですね。ですから私も実はこれ西面に面してるんです。で、外に19ミリの熱線反射ガラスが入ってるわけなんです。で当初はこの僕は内窓に真空ガラススペーシャーを入れようと思ってたんです。ところが先ほど言ったみたいに漏飲膜と漏飲膜の部分が喧嘩し合うわけなんですよね。それがあったもんですから、漏飲膜を使用していないクリアフィットを使ってるっていうのが現状なんですよね。それが1点。もう1点はですね、内窓をした後に今の季節の窓ですね、これが結露してるじゃないかっていうお問い合わせもよく聞きます。これは内窓をすることによって気密性が良くなるわけなんですよね。ですから中でどうしても結露が発生しやすくなってしまうというのが一つ原因としてあります。からもう一つは、内窓自体は樹脂窓を使っていますので、結露の可能性というのは低いわけなんですよね。ところが外部に関してはもともとのアルミ箔を使っていますので、当然外に関しては冷たい空気が入って中で内部結露が起きてくるわけなんですよね。でもその内側にある内窓にあって、季節窓と内窓との間っていうのはあったかいわけなんです。空気層があるわけで、そうするとそこにさらに温度差が生じることによって結露が発生してくるわけなんですよね。ですから内窓をつけた場合でも外部に関しては結露をしますよということをご承知いただいた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。次にですね、収まりですね、これについてのお困りごとですね。今の季節の窓と新しく内窓をした際に、そこにですね、わずかな隙間があった場合、その隙間の部分にですね、ホコリが溜まってしまう可能性があるわけなんですよね。で、そのホコリが嫌だという場合はオプション材にあるんですけれども、今の季節の窓と内窓との間の隙間を埋める平板があります。これも樹脂製です。ですから結露はしないですね。そういったものでカバーをしておくというのがお掃除もしやすくていいんじゃないかなというふうに思います。それからもう一つはですね、和障子を使っていらっしゃる方ですね、この和障子から内窓に取り替える場合というのは、カモイの部分と敷居の部分に段差があるわけなんですよね。でこの部分からやはりそのまま施工してしまうと、隙間カスというのかな、それが比較的入りやすいと思うんですよね。それから段差があるので、どうしても内窓も不安定になってしまうということで、これについてはカモイと敷居専用のですね、樹脂材の埋め木材があります。これを一緒に施工してあげるということが大切だと思いますね。そして3つ目は、カーテンの収まりが悪くなった、内窓が持ち出してくる可能性があったときにカーテンがモコッとしちゃうわけなんですね。でその分、例えば7センチ持ち出してきた場合というのは、カーテンがその分だけこうせり上がってしまうわけなんですよね。そうすると下に隙間ができてしまったという可能性があるわけなんです。じゃあそれどうすればいいのか。それは吹かし枠の部分にカーテンを設置するだけの上の部分ですね、上の部分にアルミの芯材が入ってます。ですからその部分にもう一回
カーテンを取り付けてあげるということが可能ですので、設置する際に不可視枠を使う場合ですね、その場合というのは必ずカーテンをそこにつけてくださいよというお願いをされるというのが大切じゃないかなというふうに思います。そしてもう1点、不可視枠については、例えばですね、4センチ、5センチ、7センチ内窓が外に出てきてしまいますよといった時に、ペアガラスですねを使用した場合にやはり障子が重いわけなんですよね。そうするとどうしてもですね、下枠が垂れてしまうということがあります。垂れてくるとどうなのかと、最も危険なのは落下する可能性ですね。これが1点。それからもう1つはやはり障子の動きが悪くなりますね。そのためにその下枠に対しては補強する部材がオプションとしてあります。これをご使用されることをお勧めします。内窓はですね、一番最初に申し上げましたように、今補助金が非常に高く出てますがゆえに、しっかりとした注意事項を守らないとですね、せっかく内窓をつけて暖かくなったのにもかかわらず、なんでだろうという疑問があったりとか、もしくはさっき言った収まりの部分で使いづらいわということもありますので、この部分に関しては気をつけて設置していただきたいなというふうに思っています。ご参考いただければ幸いです。